おはようございます。ですね、千葉を釣る和田湖、リベンジに来ました。もう今日しかなかったんでね。で今風は全くないんですよ、ほんと無風で。ただやっぱね、嵐の名残でしょうね。海、外海は荒れてます。そして、見てください、ワカメ、海藻がものすごくね、打ち付けられてますね、波打ち際に。で、こんな感じ、見ても分かる通り。でちょっと歩いていきましょうかね。ほらで、かなり濁ってます、水が。気づいた。ほら、わかんね、海藻がね、ジャカ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 打ち上げられて、で水はダダ濁りです。ゴミちゃん、さすがにちょっとね、今日リベンジに燃えてきたんだけどね。この状況きつくね。ちょっとね、ほらここね、まあ下が砂地っていうのもあってね、余計にだわな。ねえ、巻き上げられてすごく濁ってるんですよね、この状態です。皆さん、どうしてきたんや。いやー、参りましたね、これは。さてと、この状況ですよ。2回目、湾の中がこの状況。ちょっとじゃあ外行ってみましょうか。ここも外では、ほら、もう早くもこの水ね、水しぶきが当たった後、しぶきというより波やね。ありますよね、ほら。まださっきの湾内よりかは若干こっちの方がいいのかな。でも濁ってますね。ちょっとこれ滑るね、今日は。そうなんか。こんな感じですね、外海は。何だか、ゴーって音やしね。どん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 、この辺は水しぶきが当たりますね。うわ、怖いね。これね、GoPro じゃ伝わんないんですよね。いやー、そこ晒し出てますね、そこからずっと。うわうわ、怖え。見ました、今。よく逃げなかったな、俺も。とりあえずそんなにがっつりはやらないけど、安全第一や。バイブレーションでも投げてリフトアンドホール。嵐も釣れるって聞くけどね。このこれですね、木は5メートルぐらい、外から5メートルぐらいの岸と平行に。さあリベンジなるか。リベンジならねえだろうな。まあいいや、こっからやる前から諦めるな。あいあい、現実は遠くにあろう。いやー、ちょっとどうしよう、ほんと厳しいね。風がない分いいんですけどね。波高いのに不思議やね。この辺に、あ、そこにもなんか根があるね。その根のところあたりやってよっか。根がかりせんのか。うわ、エビってるよ。何のせいか。なんかこの晒し待ちみたいな子をしてるとプロっぽいよね。なんか全然見よう見まねなんだけど、さらしプロ名乗ってこう。この後ろも大きいね。
わー、塩かぶった。塩かぶった。なんとも世の哀楽ない。高切れしちゃった。やっぱりか。あー、どっから弱ってたんかな、さっきのねえ。そうやろうな。思いっきり高切れしちゃった。はい。じゃあまさか。はい、終了。ですね、先ほどルアー高切れしてしまいましてですね、まあリーダー結べばいいんですけどね、リーダー結ぶのもちょっとめどいってこうちょっと思っちゃったんでね、ちょっと次なる釣りを試みてみましょう。帰らんので。穴釣り久々ですね。久々か。さあこれもすぐ引っかかって終わっちゃうのかな。高切れすることはない。さあ、穴釣り仕掛けにブラクリ、重り5号って書いてあるね。これちょっとこれをね、重りに張り付いてるんやね。よし、まず1匹開けていこうか。はい、穴釣りようわからんテンションやな。置いた。釣れませんね。釣れないアピールか。どうしたもんかな。濁りすぎておらんのかね。こっちはすごい濁ってるね。ってことはやっぱこの中もどちら濁りなんじゃねえの。ここからだと見えないけどさ。そこだけ濁らんことないでしょ。常識的に考えて。無理。女子高生かな。さて、場所変わったんか。さあやってきました、フィッシャリーナ。急にどうした。鴨川ですね。まあね、YouTube でも有名ですね、アジでね、一時アジがつで、さっきちょっとね、地元のお兄さんとちょっといろいろ話したんですけど、なんかちょっとアジはあまり期待できないみたいな話してましてね、もうこの時間じゃ無理だよって言われちゃいました。日が高いもんな。まあそりゃそうだね。今何時だと思います。昼のダメるな。2時過ぎですよ。遅すぎ。さあちょい投げセットしました。そしてサビキね。いつもの2セットやね。ジャックサビキ。ジャックサビキ。いやー厳しかったね。何も釣れん。完全坊主。パーフェクト坊主。カンタコ。いやー釣りは難しいね。ここねちょっとね、朝からね一回リベンジしたい。リベンジしてばっかりやな。っていうかね、和田港もリベンジしたいけどね。まあねこうやってね
ちょっとね、足踏みしちゃうとね、先に進めなくなっちゃいますからね。和田リベンジしてからここフィッシャリーナリベンジっていうのでもいいのかな。でも本当そしたら足踏みしちゃいますからね。ね、一応千葉を釣るはどんどんこう進んでいく、まあゲームじゃないですけどね、進んでいく趣旨でやってますからね。あと1回ずつぐらいなら。ただちょっと釣れてないのがやっぱね心残りなんで、もう一回話題行こう。よっぽど悔しいんやな。ね、二度あることは三度あるのか、それとも三度目の正直なのか。それを正直とは。そうだね、三度目行こう。決めた。ここに誓います。じゃあ、次はちょっとね、和田港リベンジ、リベンジのリベンジをしてきます。これが最後だぞね。じゃあ、チャンネル登録まだの方ね、ぜひともねチャンネル登録してお待ちください。おじさん頑張ってくるんでね、もう釣れてない最悪の動画、ご視聴ありがとうございました。頑張ってきます。それじゃあね、バイバイ。また見るのね。チャララ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 。